です。カレンスチャンネル。新年快乐、ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。今日で1月1日、2017年です。新しい年は新しいことに挑戦したり、いろんな経験をして、楽しく17歳を迎えたいです。2017年ということで、皆さんは何か今年の目標ありますか？私はいくつか目標があったので、ちょっと正月っぽく和風に数字で書いてみました。お手本とか何もないので少々汚いかもしれませんが、最後まで見てください。はい、始まりました。下に敷いてある下敷きは実は鍵染め用なので、本当はこういう小さめのを探してたんですけど見つからなかったです。不言実行ですね。ぜひとも黙って行動してほしいです。2017年だけではなく、これからずっと不言実行を守っていきたいです。さあ、2枚目に入りました。おっと、1画目からすごくヘタッピですね。続きは大丈夫なんでしょうか。1回も書いたことない字ばっかりだったので、行書がどんな感じかよくわからなくて苦戦しています。果たして何が正解なのでしょう。書き順だけですね、合ってるのは。今年も何事においても真剣にやっていきたいです。新たなことにも難しいことにもモチベーションを持って挑んでいきたいです。3つ目なのに最初の2画がもうボロボロです。急に銅のところで行書の雰囲気を出して、一体何をやってるんでしょう。今回は四字熟語じゃないそうですね。まあ、なんとバランスの悪い。なんとかギリギリ完成です。今年はダイエットしながらも食事や運動、睡眠にバランスをとって楽しく人生を歩んでいきましょう。4つ目の作品は、わお、1画目からドーンと1を書いていますね。墨をたっぷり取りすぎたのだろうか、縦の線と横の線の強弱が非常に下手ですね。一線心完成です。果たして何のことに専念するのかはまだ決まっておりません。これはドアのノックオンではなく、コツコツと積み重ねる努力は大事だということです。なんだか三髄がでかい気がするけど、これはもしかしたらやっぱりやばと思わず言ってしまうほどスペースのことを考えなかったかりんです。これも全て書いたことがない字なので、適当に行書っぽくやってます。実に怪しい。温厚質実、まさに大雑把な私にとってはぴったりです。次はラストです。木の横幅はもっと細く書くべきでしょう。あらあら、映画の A も途中で途切れて、作りもバランスが悪いけど、なんとか完成です。映画作りのために技術を学んだり、学校でもレベルアップしていきたいです。こちらはおまけというか、普段習字通っているのは月2回なので、家で練習しています。こんな感じでね、初めて書いたので下手くそですけど、線とか引いてある紙で書いています。高校1年生ということなので成人部に入ったんですけど、大抵何書いているかは分かりません。そしてこちらが1月号の完成です。青が結構にじんでます。最後までご視聴ありがとうございます。今年も健康で幸せがたくさん訪れる1年でありますように願ってます。正直今日クリスマスだから、あんまり正月っていう感じではないんですけど、あ、そう、クリスマスといえば、でクリスマスイブを香港と台湾両方で過ごして、クリスマスデーは香港で目覚めて起きたら、ドアのところに飾ってある靴下があるんですけど、これは昔々私はチビだった頃に多分アメリカで作ってもらった靴下で、その中になんとプレゼントが入ってました。プレゼントがあのねおかしくって、その靴下の中の和紙の2つと、おかしくって和紙の2つと3000円がそのまま生で入ってて、びっくりしました。クリスマスプレゼントは別でいただいたので、もう今年はもうないかなと思ってたら、朝起きたらあったので、とにかくびっくりです。3000円が生ってこともびっくりです。今日はクリスマスです。いや、今日はお正月です。これ上がるのは正月です。はい、というわけで今年もよろしくお願いします。チャンネル登録も、あれ、チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまた、バイバイ。